兄さん。どうしたんだ、ジョシア。神妙な顔をして。実は、シリルから知らせがあってね。父上の遺言書が見つかったそうなんだ。そんなものをどこで？ロザリス城だよ。ここ最近、俗領総督府が弱体化したのを機に、不死鳥教団は改めて城内を調査していた。そして、地下墓地に隠されていた遺言書を発見したと。地下墓地。フーゴと戦ったあの場所か。このことで、僕たちに伝えたいことがあるみたいだ。兄さん、シリルに話を聞きに行かないかい？ああ、そうしよう。父上の遺言なら放っておくわけにもいかない。ありがとう、兄さん。それじゃあ、支度ができ次第タボールへ行こう。ジョシュア様、そして閣下、ご足労いただきありがとうございます。早速だけど、シリル、父上の遺言書というのは？はい、こちらに。閣下、どうかご確認を。父上、遺言書の真偽を確かめるため改めさせていただきました。お二人への文書、許可なく閲覧したことをお許しください。構わない。どうやら亡くなる直前に書かれたようだな。この計画とは何だい？エルヴィン様は国政の変革に尽力しておられたと先代の右筆から伺っております。その最たるものがベアラーの処遇改善、過重労働の軽減、石化症状の治療、魔法を使わぬ設備の考案、いずれも黒の一帯が広がる中でロザリア公国が生き延びるための施策でもありました。だけどそれをなすにはベアラーへの意識から変えなければならない。確かに一代ではやりきれないほどの計画だ。お二人にお伝えしたいことというのは、文末に記された遺産について。この遺産とは対抗派貴族の血盟、ジョシュア様が即位された後、エルヴィン様の忠厚寄進をお二人の後ろ盾にと。だが彼らはもう。ええ、アナベラの指示のもと、そのほとんどが何らかの罪を着せられ処刑の浮き目に。ですがもう一つ、それが父から子への贈り物。父上からの？詳しくは当時の宝物管理人に聞くとよいでしょう。現在この町に滞在してもらっています。先代の右筆より私が引き継いだ任務は、遺言書の回収と客人をお招きすることだけですので。その人はどこに？教団の有する館でお待ちです。ありがとう、シリル。行ってみよう、兄さん。クライブ様、ジョシュア様、こんなにも立派に成長なされて。ロザリアの神ゴディサがフェニックスとそのナイトに拝謁いたします。こたびは
衆生大公エルウィン殿下より預かりし、宝物をお渡ししたく参った次第。ゴディサ卿、顔をお上げください。父の品をお守りいただいたことに心よりの感謝を。愚心にはもったいないお言葉。教えてください、父から私たちへの贈り物とは一体。成人の証として父から子へ送信具を送るというロズフィールド大公家の伝統をご存知でしょうか。ええ、父上から聞いたことが。主上はその送信具として二人のご子息に揃いの腕輪を贈るおつもりだったのです。ですがそれが叶うことはありませんでした。腕輪の中核たる浜の秘跡をあしらう前に主上は皇居なされたからです。それゆえここに持参した腕輪も不完全なまま。そうだったのですね。クライブ様、ジョシュア様、この腕輪をお渡しする前に私のわがままをお聞き願えませんか。主上はお二人の成長されたお姿をさぞかし見たかったことでしょう。だからこそこの腕輪が不完全なのが未練であると思うのです。できることなら浜の秘跡を手に入れ、この腕輪を主上の思いを全き形にしていただきたく。ゴディサ卿。兄さん。ああ、わかりました。やってみましょう。ああ、ご厚情に感謝を。ではゴディサ卿、浜の秘跡とは何なのですか。それはとある魔物の体内にて長い年月をかけて生み出される神躯の宝玉でございます。宝玉をなす魔物の名はシムルグ。キャツは各地を転々としながらも今はこの近くタイタンの通り道に住み着いている様子。なぜあなたがそんなことまで。主上は常々おっしゃっていました。お二人へ送る腕輪には浜の秘跡が不可欠であると。私はその思いを全く形にするためシムルグを追い続けてきた。キャツが人里近くに住み着くのは稀なこと。まさにかつてない好機なのです。ジョシュア、早速向かうぞ。ああ、行こう。こいつか。やるぞジョシュア。ゴディサ卿に届けよう。クライブ様、ジョシュア様、無事のお戻り何よりでございます。浜の秘跡を手に入れてきた。確認していただけますか。この炎の輝き内に秘めた澄み切った秘跡。ええ、こちらで間違いありません。感謝いたします。クライブ様、ジョシュア様、これで主上の思いも。ゴディサ卿、町の宝石職人の支度ができたようです。ありがとうございます、シリル殿。それでは早速細工に取り掛かっていただきます。お二人とも少々お待ちくださいませ。腕輪の細工が終わりました。お二人ともどうかお受け取りください。浜の秘跡はその高度から決して砕けぬ強き心の象徴とされております。そして秘跡のそばに彫られた鶴草の文様は決して立てぬ強き絆の証なのです。
ロズフィールド太后家に生まれたる者、成人すると祭りごとに身を投じることになる。その時自分を見失わぬよう強き心を持つこと。僕たち兄弟フェニックスとそのナイトの強き絆で苦難を乗り越えていくこと。ええ、それこそが魔屈のごとき宮廷で最大の武器となると主将はご存知でしたから。これがお二人に宛てた主将の思い、同時に祈りでもあります。ありがとうゴディサ卿。父上からの贈り物、確かに受け取りました。ゴディサ卿、あなたは一体何者なのですか？父上の亡き後、太后家の宝物は全て母上が手にしたと聞いています。この腕輪も不完全だったとはいえ、類まれな価値のある品。なぜこの腕輪を守ることができたのです？私はただ宝物庫の管理を任されただけのもの。かような私ごときに主将はお話ししてくださいました。腕輪に込めた主将の思い、お二人への深い愛情を。18年前、私は宝物庫の品々が他国へ持ち出されていると気づき、太后妃とザンブレクの企みを知ってしまいました。しかしその直後にあの事件が起きてしまい、混乱の中城を抜け出す時に主将からお預かりした品だけはと腕輪を持ち出したのです。そんなことが。よくご無事で。流れ着いた地で不完全な腕輪に主将の無念を見た私は、いつしか浜の秘跡を追い求めるようになりました。そんな折、私の前にシリル殿が現れたのです。そしてお二人がご健在であられることや、主将の遺言書が見つかったことを知りました。父とロザリアの民に代わり、ゴディサ卿に改めて敬意と感謝を。感謝を。はあ、なんとご立派な。今すべてが分かりました。私の生涯はこの日のためにあったのだと。ジョシュア様、そして閣下、エルウィン様のご遺産を無事に手にされたようで何よりです。シリルのおかげさ。ロザリアのホーククライダン街、そこに不死鳥教団が建てたエルウィン様の慰霊碑があります。腕輪のご報告も兼ねてそちらに向かわれるのはいかがでしょう？そうだね、いい考えだ。兄さん、これから父上に会いに行かないかい？ああ、そうしよう。最後の戦いの前に報告もしておきたかったからな。慰霊碑にはエルウィン様が愛用されていた兜が祀ってあります。長年教団で保管していたものですが、エルウィン様の遺産を受け継がれた今、あの兜もまたお二人が手にされるのが望ましい。戦いに出向くお二人に我々からの贈り物としてどうかお持ちください。ありがとうシリル。それじゃあ兄さん、出発しよう。父上の思い、強き心と強き絆か。騙し利用し陥れる祭りごとはまさに魔屈と言っていい。貴族派の主会であったおじい様が娘である母上に処刑されたほどに、この腕輪は確かに父上の思い、
祈りなのかもしれない。この奥だよ。父上は志のために戦っていた。そのことを知ったのはフェニックスゲートでの事件の後。ただ守ってもらうばかりで、僕は何も知らず何もできなかった。どんな運命にも嘆くことなく、意志を持って常に戦い続ける。父上は憧れであり誇りだ。そして俺もそうありたいと思っている。僕もそうありたい。だから最後まで戦い抜く。この身に持てる力のすべてで。ああ、俺たちは戦い続ける。運命にも神にも抗い、人の世界を切り開くまで。この兜をお借りします、父上。近くで見守ってください。僕たちの決意が揺るがないように。うん。行ってきます。さあ、行こうか。俺たちのやるべきことをやろう。僕も一緒に行くよ、兄さん。